この髪型めっちゃ好評、嬉しい、いつかやりたいと思ってたんですけど、公演やったら私巻き取れちゃうタイプなんですけど、見てもうない、巻きが何もない、すぐ巻き取れちゃうんですよね。私今日もきつくたくさん巻いてもらったんですけど無理でした、持たなかった。こんばんは、パンチョさんありがとう、こんばんは、あ、サトシックさんありがとうございます。トシちゃんありがとう、今日は公演でした、エリちゃんの生誕祭、トシちゃんありがとう、エリちゃんの生誕祭でした。ソララのお手紙もすっごい感動したし、エリちゃんのスピーチもすごい感動しました。泣きそうになったけどこらえた、半分泣いてたけど頑張って涙は流さなかったけど、それぐらい感動しましたね。こんばんは、ソララのさお話の仕方もすごい上手でさ、上手だからさ、読み方もさ上手だから、すごいなんか伝わって感動しました。エリちゃんがさ18歳でなんかさ、なんか成人みたいなこと言ってて、そっか成人ってなった。時が過ぎるのは早いものですね、早いものですよ。出会った時は高1だったのにもう高3になってるなんて、考えられない。なんか知らない間に自分も年取ってる。今日の愛しさを丸めて終わった後楽屋戻ったらさ、愛ちゃんにめっちゃ、愛ちゃんがすぐ来てくれて、今日めっちゃ良かったって言ってくれて、であずちゃんも今日めっちゃ良かったって言ってくれて、ゆなちゃんも今日すごい良かったですって言ってくれて、髪型かな、めっちゃ褒めてもらいました。なんか愛しさを丸めてと合ってたで、なんか今日入ってましたねって、今日めっちゃ入っててずっと見入っちゃいましたって言ってくれて嬉しかったな。みずみんのしんべって誰なんだろう、うん、でもしんべが多いのはゆきかな、平田ゆきちゃんは結構しんべめっちゃ多いです。結構17期は決まってる、のんここうとか結構決まってる気がする。パンチさんありがとうございます。そうだね、のんここ、みゆう、ゆき、えりちゃん、そらら、どうなるんだ、そんなことない、ほてまさ、ほてまさか、あいちゃんでもゆきたんがのんちゃんとしめなイメージもあるんだよね。のんちゃん、のんこことのどっちかとしめなイメージもあったりとかするな。難しいね、意外とないかったりする、結構ローテーションだったりするか。でも私は愛ちゃんかユキなことが多いかな、多分そんな気がする。あ、でもまゆはずっと近くにいるかしんめが多いです
まゆはまた隣かよみたいに言ってる気がする。だからまためっちゃ近いところにまゆがいるか、新芽も結構あるかも。まゆ、あいちゃん、ゆきが多いのかな、新芽とか隣とかが多い気がします。二人でまたお前かよって言い合ってる。あ、しまさんありがとうございます。そして「M ステ」の感想のお話がずっとできてなかったので、ちょっとめっちゃ時間経っちゃったんですけど、「M ステ」出演めっちゃ嬉しかったです。見てくれましたか皆さん。でもお話し会の時の話題も「M ステ」の話題が結構多くて、たくさんの方からあの感想を聞けたんですけど、うん、やっぱり「M ステ」はさ、私も小さい頃からずっと見てた歌番組だったので、そんなね、なんて言うんだろう、ずっと見てた番組で、結構アイドルとかだったらさ、みんなが出たいって思う番組だと思うんですけど、それに出演できるっていうのが嬉しかったし、あとね、怪談がね復活したんです。怪談が復活ってさ、めっちゃ嬉しくて、怪談降りれたのなんか当たり前じゃないんだなって思ったし、今まで何年も多分最近M ステに出演してた方たちとかは階段上が何降りたことない方とかも多かったと思うので、階段降りれるってすごいことなんだなって思ってすごい嬉しかったですね。そんな感じかな。あとね、あそう、ここで言っときますね。あの配信中音聞こえると思うんですけど、私今一人暮らしじゃなくて、一人暮らしじゃないんですよ。お姉ちゃんと住んでるので音が聞こえるかも、生活音とか。一人暮らしじゃない、まあそんな感じで。あと投票企画があったのがめっちゃ面白かった。そうなんです、なんかみんなさ一人暮らしするって思ってさ心配してくれてたでしょそう、ドライヤーしてるお姉ちゃんあの一人暮らしじゃないんだよなって思いながらずっとニヤニヤしてただから心配なさらず大丈夫です。マジでよかった、安心したね。そんな何もできないと思われてる、一人暮らしじゃダメだって思われてる。でも確かに私も一人暮らしはちょっとできない。一人暮らしだったら出てないシェアハウスからってぐらい、多分私も一人暮らしは向いてないと思ってるのでそう、そんな感じで投票企画、なんかファンの皆さんにビバースで何入れますかみたいな聞いた時に、あの10年桜が多かったんですよ。だから、あ、10年桜になるのかなと思ったけど、いやでももし AKB をあまり知らない方が投票するってなったらフライングゲットかなって思ったんです。だから、あ、フライングゲット来るかもなって思ったらフライングゲットでした。でも多分ファンの AKB ファンの皆さんはきっと10年桜の方が多かったのかなっていう勝手な予想してました。ちなみに私も10年桜推しでしたやっぱみんな10年桜だった。でもフライングゲットね、よかったよね、盛り上がってめっちゃ良かったです。200回、すごっ、200回連打すごい。10年桜ね、いつかまたできたらいいなフ
そう、見に来たお客さんの声援、コールがすごかったし、あとは後ろで見てくださっていた、後ろでに行った出演者の皆さんも、もうなんかすっごい温かい、なんかね、目で見てくださって、なんかカラコンウィークって結構後ろ振り向く踊りとかが多いんですけど、後ろ向いた時に「頑張れ！」ってやってくれたり、拍手してくれたり、ハートをやってくれたりとか、もうすごく優しくて嬉しかったです。たくさん盛り上げてくださって本当に感謝の気持ちでいっぱいだし、素敵な方々だなって、なんか素敵なねえ場所だなって思いました。優しい空間でした。だから緊張すっごいしてたんです私、ずっとみゆさん、下みゆさんに「うー」って思ってくっついてたんですけど、そのステージに上がる前まで「緊張します」って言ってくっついてたんですけど、出演者、他の出演者の皆さんがそうこうやって応援してくださって、楽しいに変わりました。でも終わった時は、何、パフォーマンスが終わった時はなんか感動して泣きそうになりました。 すごいなんか泣きそうになりましたね、感動した。コールとかもすごい感動したし、その出演者の皆さんのあれも感動したし、「M ステ」に自分が出られてるっていうことにも感動して、もう80%ぐらい泣いてました。涙は流さないように頑張った。 そう、またね、 AKB が次のシングル、まだね、私が出れるかはまだ全然わからないけど、もし次のシングル私が入れなかったとしても AKB が「M ステ」に出られたらいいなって思います。また出演できるように、自分たちの力で出演できるように頑張ります。また絶対あのステージに立ちたいな。17期が増えると嬉しい。そうなんですよね。でもなんか、全員が入れたらいいのになって思うことがすごい多い。あ、みきちゃん、ありがとう、くま、ありがとう、たくさんくまが来ました。 ありがとう。そんな感じかな。あと何があったかな。波動、明日も波動なんですよ。波動悔しかった、前回めちゃくちゃみんなたくさん応援してくれてたのにさ。大丈夫か。下ゆうさん、くま、ありがとう。すっごい悔しかったんですけど、私前回もめっちゃ悔しくて、今回もめっちゃ悔しくて、波動、なんか自分だけの戦いだったら別にいいんですよ、いいんですけど、なんかファンの皆さんの応援があるじゃないですか。だからそれがすごい悔しかったな。そう、パラメーターがめっちゃ上がってて、こんなに応援してくれてたのになんで勝てなかったんだと思ってめっちゃ悔しかったです。あ、クマありがとう。 クマ悔しくて、だから明日も出るんですけど、明日は勝ちたいので、明日もアプリでの応援よろしくお願いします。あと現地に来てくださる方はぜひボールをください。絶対に他のチームにあげないでください。でも私もこうボール集めやってて、めっちゃ時間が制限されてるし、早く回収しなきゃあっちまで行けないとかって
全部をもらいに行くことは不可能なんですよね。だから私がもし行けなくったとしても、拾えなかったとしても、明日はレミさんとコッコがいるので、レミさんかコッコに渡してもらえると自分たちの力になるので、私が行けなかったとしてもチームに入れていただけると嬉しいです。お願いします。明日も攻撃になると思います。レミさんがシールドだ気がする。勝ちます、絶対に勝ちたいよ、勝ちたいです。ん、地震来てますか、大丈夫ですか皆さん。どうしよう、やめた方がいいのかな。四国の方気をつけてください。危ないので、本当に配信切ってちゃんと身の安全を確保してください。六弱、絶対机の下とか安全なところに避難してください。配信を切って安全なところに移動しましょう。大丈夫ですか。広島も結構揺れた。切った方がいいかな。今日の髪型、これはねじりです。ねじってるんだよ。だからここら辺とかは普通の髪の毛、ここまで前髪だけねじってます。愛媛高知、あー気をつけてください。やめた方がいいかな配信。とりあえず続けて大丈夫。じゃあ続けますね。でも関東も来るかもしれないので気をつけましょうね。地震ね、怖いですよね。ちゃんと安全なところに避難して、荷物をまとめておきましょう。いつ何が起こってもいいように。元気出ました、よかった。ねえ気をつけてね。なので明日話し飛んじゃったけど、明日も波動の応援よろしくお願いします。波動勝ちたいので、もし17期私推しじゃなくても、17期推しの方がいて自分の推しで言えないよって方がいたら、私に入れてくれると嬉しいなっていう感じですね。パラメータ送ります。私は速さが一番欲しいかな。速さが欲しくて次に段数って感じです。よろしくお願いします。明日17期多い。あれユキとコッコ、あと誰いるんだろう。イーケンもでもあるんでしょ。エリちゃんもか。4人、じゃあ5人だ。ユキ、エリちゃん、マユじゃない、ミユ、ここ4人か。
3回目の応援の時にパラメーター呼ばれると元気。そうだね、どっちかに絞った方がいいね。5人5人誰忘れてる、あのっちゃんもか。5人、おめっちゃいるじゃん。17期推しの方めっちゃ多いんじゃない。え、じゃあもう絶対あげるじゃん。みゆのファンの人とかも絶対誰かにあげるじゃん。もうよくないよそういうのでもそう言って言われたいからあげるんでしょ。もう言わないようにしよう。もう言わない、別にあげるんだったらあげてもいいや。知らね知らね。なんか言われたいからあげるとか本当にこっち側からしたらね、何も嬉しくない、何も楽しくないですか何も楽しくない。僕別にまあいいや、スルーしようスルーしよう。そんな嫌なことして、嫌がることしてね、何が楽しいんだって。そうですよそうですからね、私はスルーしますからね、あげたら。そうですよ、ブツブツみずみってスルーしますからね。かわいいなお見送りもしようたいもなるかもしれない。なったら嫌でしょ。やっぱやめた方がいい配信。めっちゃ自信の情報送るからやめた方がいいかな。今日の髪型好き、嬉しい、大好評。あ、チャケさん、チャケさんと、次のオンラインお話し会髪型希望します。やだ、髪型はね自分の好きな髪型する。次のオンラインお話し会もやらないできないもん自分じゃ。この髪型初めてお話し会嬉しい、緊張するって。大丈夫です、私からいっぱい話しかけますよ簡単ヘアアレンジ、簡単ヘアアレンジ、簡単じゃない、本当にその通り、マジで難しいんだからヘアアレンジ。できないできない。バリエーションある、やってない髪型いっぱいあるよ、まだやりたいのもいっぱいある。楽しみにしててください。そう、今日ね、今日朝起きた瞬間から、朝起きた瞬間に、ん？昨日？覚えてないんですけど、とりあえずマックのベーコンポテトパイが発売されることを知って、もう今日絶対食べるって決めてたんですけど、帰りに買って食べました。今日もう食べた、めっちゃ美味しかった。え、毎年発売されてるよね。去年も食べた気がするんですけど、めっちゃ美味しかった。食べましたか皆さん。あとね、ハンバーガー、ご飯バーガーみたいなやつの、なんかチーズ油淋鶏みたいなやつ気になりました。さすがにやめたんですけど、
ベーコンポテト美味しかった、好き。チーズ油淋鶏めっちゃ美味しそうだよね。食べたいな、期間限定だから期間の間に食べに行きます。劇場のお弁当めっちゃ美味しかったの。なんかね、初めて見たお弁当だったんだけど、でもどこのか忘れちゃったんだけど、なんかご飯が3種類あって、でなんか赤い何の魚か分かんない魚と、でなんか鮭、焼き鮭のと、なんかキノコの炊き込みご飯みたいなご飯と、あと海苔の佃煮が乗ったご飯があって、で卵焼きにはなんかあれは何が入ってたの、青さ海苔が入ってる卵焼きがあって、であと唐揚げも入ってたんですけど、めちゃくちゃ美味しいお弁当でした。まあ写真は撮り忘れましたよ普通に。でその焼き鮭がとなんかキノコの炊き込みご飯みたいな、あれは何味だったのか分かんないんですけど、それが一番美味しくて、もうすごかった。だって撮る前に食べちゃうんだもん、美味しそうなんだもん、待てない、その写真撮ってる場合じゃない。写真撮ってる場合じゃないんですよね、こっちからしたら。もう食べたいからさ。アイドル失格、今度は撮っていきます。どこのお弁当だったんだろう、めっちゃ美味しいんですよ。いっぱい食べたな、いっぱい食べちゃった。え、ねえ明日のさ、波動ゆいちいる？明日の波動ゆいちいたらお弁当ペヤングなんじゃない？あ、ゆいちいないんだ。え、ペヤング食べてみたかったのにゆいちいないのか。ペヤングまだ食べたことないんですよね私。食べれるチャンスかなって思ったけど、ゆいちいなかった。食べれないや。ペヤング何味？え、味あるんですかペヤングって。そう、私焼きそば弁当、焼き弁しか食べたことないんです、焼きそば。あとでもセブンイレブンとファミリーマートの焼きそばも食べたことあるけど、北海道はペヤングないです。焼きそば弁当があるからペヤングはない。普通のソースでいい。ソースが食べたい、ね、焼きそばの話したら焼きそば食べたくなる。極激辛ねえ無理だよ、そんな配信で食べなきゃさ、ただの地獄だよ。まあ配信でも食べないんですけど、あ UFO 食べたことありますね、 UFO も美味しい、てか焼きそばが大好き。焼きそば連呼されたら食べたくなる。え、何バゴーンって何、バゴーンって何、初めて聞いたんだけど、バゴーンってなんだ。東北バージョン
食べたことない。失礼いたしました。あくび釣るのはね、信頼してる証拠なんですって。ありがとう、信頼してこれて。冷麺食べました。ファミリーマートさんの冷麺を買って食べました。お店行きたかったんだけど、行く時間がなくてコンビニにした。それほどでも、冷麺好きなんですけど、私冷やし中華は苦手なんですよね。ノーマル以外だとたらこば、たらこが美味しい。焼きそば弁当たらこ美味しいですよ。冷やし中華ダメな理由、あんまり酢が得意じゃない気がするんですよね。そんなことないんだけど、分かんないんですけど、冷やし中華はあんまり得意じゃない。なんか黄色い卵麺みたいなのがあんまり好きじゃなくて、卵麺なのか、黄色い麺ラーメンって全部黄色いか、ラーメン全部黄色いか、冷やし中華の麺なんかちょっと匂いがあるじゃないですか、苦手なんですよね。今寝てた今なんか世界が止まってたんですけど、大丈夫でしたか。今なんか飛んでどっか行ってた、見え、ちょっと早めの早めの韓国行ってたかな、大丈夫でしたか今今大丈夫ですか。ラーメン大好きだよ、みや。やばい、白目だった、魂抜けてた、やばい、どっかと更新してたわ今。ちょっと早めに韓国向かっちゃってた、危ない危ない、よかった引き戻してくれて。私もラーメン好きなんですけど、あのですね、あのまだ東京のラーメン1回しか行ったことない、ホテちゃんとエリちゃんと。なんかどこ、なんかラーメン屋さんが多すぎて、みんなにもいっぱい紹介してもらったと思うんですけど、じゃあまず一番最初に行くのどこにしようと思って、で難しい、家系ラーメン食べたことないし、二郎系も食べたことなくて、でもなんか挑戦しにくいな、家系と二郎系は。みきちゃん、クマありがとう、嬉しい、たくさんもらえる、ありがとうクマなんか注文の仕方が難しいんでしょ、家系も二郎系も。私は失礼しました。私は最近ずっと辛味噌派だったんですけど、最近塩ラーメンを食べたら、あ、家で作るやつですよ。うるちゃんありがとう。家で作るやつ、札幌ラーメンみたいなやつの塩ラーメンを作って食べたら、塩ラーメンの美味しさに気づいたので、塩ラーメンも好きです。辛味噌ラーメンか塩ラーメンが好きです。札幌一番塩ラーメンを作りました、一人で。ね、塩ラーメンのお店美味しいとこ教えて今度。辛味噌ラーメンは、味噌ラーメンじゃないですよね、辛味噌が好きなんですよね私は。あ、あず
ちゃんが最高ですって可愛いあずちゃん今日めっちゃ褒めてくれたんだよ髪の毛。あずちゃんから X でメンション来た。可愛いあずちゃん可愛い。ヤギあずき。ゆず塩ラーメンめっちゃ美味しそうなんだけど。ゆずも好きだよみ。ゆず好きだから。あ、え、今年もさゆずの大根作ろう。ゆずの大根のお漬物おばあちゃんに教えてもらったやつがあるんですけど去年作ったんだけど今年も作ろう。渋谷の伊藤八の辛味噌美味しいの。あとね、関なんかファイターズの公式でなんかザンギフェアみたいなやつ宣伝しててさ、ザンギ見たらザンギが食べたくなっちゃったよ。よーザンギが食べたくなっちゃったよー。ゆきおさんありがとうございます。ちち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 ありがとうございます。みずみ渋谷なんて行かない。行きますよ、買い物とかお洋服とか買いに行きますよ。渋谷よく渋谷で見つかりますザンギ美味しいよ。ザンギと唐揚げは味付けが違いますね。セコマのフライドチキン食べたいな。それもいいな。アップティー、アップティー買ってくれましたか皆さん。アップティーは全部可愛いですよ。パーカーも T シャツもタオルも。ぜひそれを着てツアーに来てくださいツアーとか公演とかお話し会来てくれたら喜びます。一生懸命考えたデザインなのでアプティのコラボ商品。血のすすめは白ですね。白が一番刺繍とか色とかも綺麗に出ると思う。そう、もう届いてる方がいらっしゃいましたね。絶対今白目だったな。白がおすすめです。アプリレノレノ分かんない、覚えてないアプリレノレノ普段使いできます。だから職場の仕事着がある人とかってさ、そこまで行くのになんか服着るのとかめんどくさいじゃないですか。だって職場に行ったらさ、仕事作業着っていうんですかあるのに服決めるのとかっていう方はぜひ私のアップティーのパーカーを着て仕事とか行ってくれたらなって思いますね。お休みの日とかでもいいし、全然おしゃれ着として着ても可愛いと思うけどな。私はぜひ着てください。白がおすすめです。パーカー、そうでも買っといたら冬着れるからね。だっていつまで販売かわからないじゃないですか。だから買っといていいと思うんだけど、そういうわけじゃない。てるゆきさんありがとうございます。そうだね、AI でももうパーカー熱くなっちゃうよね。それどこのブランドのパーカー、うーん内緒って言ったらいいんだよ。どこ、分かんない、どこだったっけなーって言ったらいいんだよ。恥ずかしかったら、恥ずかしくなかったら With Me っていうアイドルが考えたデザインのパーコラボパーカーだよって言ってくれたら嬉しい。
T シャツとタオル、パーカー、よろしくお願いします。やばい、ちさ配信始まる前まで全然眠くないのに、配信始まったらさ、みんなと話してて安心するのかな。目がトローンって開かなくなります。みずみが持ってる T シャツを今持ってるんですけど白です。後で今度着て写真撮りますね。眠いわけじゃないんですよね。嘘ではない、嘘だよ。悲しいって言われる。 T シャツ行ってきます。 T シャツ行きましょう。みずみの声聞くとなんか落ち着きます。嬉しい。本当？うるさくない？みえの声ってずっと話してるから。綺麗な顔、綺麗な顔、そんなこと言ってもらえるんですか、嬉しい。公演楽しかった、よかった。あとなんか最近の出来事で話してないこととかあるかな。結構話した。え、今夢見てたかも見える。え、怖い。ちょっと一回やめようかな配信。え、やばいよね。だって今、え、夢見てた。今なんかさ、今夢見てた。今夢の中でした。え、絶対やめよう。もうもうやめようかな。え、今だって夢見たもん。この一瞬で。ちょっとなんかあのコシちゃんと話してて、あのその話してる、自分が話してる時ですよ。コシちゃんに、え、眠くなかったのに今急に夢だったえ、なんか前、え、でももう起きた。あのね、こひちゃんとそう話してた時に、私が話してたんですよ。私がこひちゃんにこうやってみんな、今みんなみたいに話してたんですよ、こうやってショールームで。その時、そしたらこひちゃんに、え、水島さんみたいに言われて、そしたら私が寝てたの、話してる人がですよ。意味わかんないよね。そう、私話しながら寝るんです。それがコヒちゃんの時だけじゃなくて、今まで生きてる人生の中で何回かあるんですよ。怖い、自分が怖い、怖い怖い。なんでえ、ありますか皆さん。逆にないよね。失礼。そうなのよ、失礼なの。でもさ、ね、本当に失礼。会社とかだったらやばいよね。会社とかだったらもう怖すぎる。どうしよう、いきなり MC 中とかにさ、もう寝出したら、え、もう それはなんかあるよね。どうしよう、 MC 中に自分話してるのに寝出したら、もうそうなったらもう終わりだ。寝不足じゃない。だって最近めっちゃ早く寝てるから、引っ越してからちゃんと規則正しい生活を送ってます。でももう起きたそう、一回夢見たら起きます。ちゃんと起きた。でもびっくりして起きた。もう何もない。でも別に今さっきも寝る直前まで眠くないって思ってたんですよ。全然眠くなかったのに、気絶、気絶したのかな、みゆ。でも夢見たんです。え、なんかめっちゃしかもなんかちょっとさ、面白い夢だったからさ、笑って起きたよね、みゆ。絶対さっき笑ってたよねなんか変な夢だったんですけど、今さっき見た夢でもどんな夢か忘れちゃった。なんか変わってないよ、みゆは。変わってるんじゃない、みゆは。変わってない。え、さっき笑って起きたよ多分
そんなことなかった。え、それも夢てかね、この家来てからめっちゃ熟睡なんですよ。なんか目覚ましに気づかない。だから本当に起きれなくなりました。熟睡しすぎてめっちゃ深い睡眠についてて、早く寝てるはずなのに全然起きれないんですよ。いいことなんだけど困る。ちょっと遅刻しそうになるから困っちゃう。まだしてないから大丈夫。なんで目覚まし聞こえなくなったんだろう。安心感取り憑かれてる。でも最近めっちゃ肩こりすごいんですよね私。だから肩こりのやつつけてみるよ。ダメですよ、飛ばさないでくださいよ何か飛ばさないでくださいね。めっちゃ熟睡なんですよ。でも逆にミユがみんなに飛ばしてる説あるんですよね。寝起きのみずみってどんな感じ？変わんないですよ多分このまま。でもお母さんとかだったら悪いかもでも全然友達とかこひちゃんとかは結構住んでたけど、全然このまま「あ、おはよう」って言って普通に話し出します。普通にこのテンションで話します。だから逆に寝起き悪い人がこのテンションで話しかけられたらイライラするタイプかも。全然このままです。起きた瞬間からこれです。寝ぼけて変なこと言ってる。あ、それは多いですね。はい、寝ぼけはひどい。いびきかかない代わりに寝言がひどいです。あと何、寝言と、なんて言うんでしたっけ、寝ぼけがひどい。寝ぼけがひどいです私は歯ぎしりどうなんだろうね。でも食いしば、普通に生活してて食いしばっちゃってる気がする。だからここはたまに痛くなるんですよね。寝起き悪い人、雪とかじゃない多分雪かな。無遊病ではないと思いますよ。あ、寝てて立ち上がる。あ、でもお姉ちゃんの部屋に歩いてったことあります。あ、ここでじゃなくて普通に実家で、実家にまだいた頃、アイドルじゃない頃、お姉ちゃんのなんか起きてお姉ちゃんの部屋行って、お姉ちゃん陸上やってなかったんですけど、陸上やってないから陸上の T シャツなんて持ってるはずないのに、お姉ちゃんの部屋歩いてて、陸上の T シャツ持ってるでしょみたいな、陸上の T シャツどこみたいな感じで聞いたっていうのは聞いたことがある。でなんか、え、持ってないよって言ったらなんか帰ってったらしい。でまた寝てたって言ってた怖い怖いよ、怖い、自分が怖い。でも最近は歩くことはなくなりました。ほんと怖い。弟が寝ぼけて、え、一緒だね。多分お姉ちゃんの気持ちほんと怖かったんだろうな。でも言われるもん、怖かったって。妹弟あるあるなのかな、寝ぼける。でも大体寝ぼけて歩く時って大体テスト期間中のちょっと仮眠してる時とかなんですよね。だから多分浅い眠りでとかな、なんか現実と夢なのかが分かんなくなってるんだと思う。大体そう、仮眠、仮眠中か寝落ち中、浅い眠りの時ですね
どうするの？みゆちゃんのパーカーな嬉しいね、買ってくれてるの、たくさん来てね。うん、めっちゃ深い睡眠ですね最近。心地がいい生活。5時くらいに起きると朝が良かったからなきゃいけない。あ、めっちゃある。時計見てさ、ん？やばい、1日無駄にしたって思ったら朝の5時だったり、あとお昼寝、12時くらいにお昼寝して起きたのが9時とか21時とかの9時だったら、待って朝やばいやばいってなる時ある。あ、でもよかった、まだ夜、まだ1日終わってなかったっていうのはなる。あるあるだよね、でもこれはきっと睡眠あるあるです。お昼寝したいな。お昼寝できてないんですよね最近。お昼寝ってマジでいいんですよ。お昼寝のあの心地よさ、もう幸せ、あの幸福度はもうなんか多分世界一。幸福度やばいよなお昼寝。あ、昼寝できるって思ってこうやってベッドに入った瞬間がもうマジで大好き。昼寝したいな。今しようかな。もう夜寝だこれは。わがままな流れ星。エンドロール聞くとこれが出てきちゃう。まだわがままな流れ星。もうおタイムってる間にお昼寝ポーズかわいいって言われた。カクってなったら寝てます。15分から30分以上はやめた方がいい。でも確かに長く寝すぎた日は絶対生活リズムが崩れます。いとももちゃんの前座、え、めっちゃ可愛かったし、なんか手の先までちゃんと意識して踊ってたりとか、あと歌が本当に上手だった。本当に可愛い。てかいいな、いいもん、あの衣装着てね歌いたい。あの歌いいな。全でも一人なのさ心細いよね。一人緊張めっちゃすると思うんですけど、頑張ってて偉かった。歌うまかったね。やっぱ19期も何でもできる子が多い気がする。可愛かったね、いとももちゃん。いとももちゃんもお目目が大きくてクリクリしててさ可愛いですね。あと挨拶たくさん大きい声でしてくれるからいい子え、グミマニアなの？一緒じゃん。ソルベット食べたかな。ソルベットの話しよっかなグミマニアなんだ。グミ大好きだからみゆも。かえりちゃん歌唱力ね。マスカットボンボンも食べたいんですけど売ってないですね。今日見てアイラインちょっと長いんです。今日は前髪おでこ出すって決めてたからちょっとメイク濃くしてみました。どうですか？もうだってもうあれだね、まつげは落ちちゃってるんですけど、どう？目力強い、強めメイク濃くしてみた。とっても可愛い。やった。公演出れるのいつだみゆ、決まってましたっけ？出場公演があるか。出場公演ですかね。何しようかな。
一番気になってます。しゃしゃしゃ真ん中から目尻にかけて濃くしても可愛い。この辺アイラインって難しいんだよね。みゆさん太く描けないんです。これぐらい細くしか描けない。太くでも頑張って練習してみる。産毛この辺にいっぱいある。そこ見られるのか。今日二重幅こっち狭いんですよね。こっちの二重幅が超私の理想なんですけど、こっちが最近ずっと奥二重なんです。悲しい。ブサイクに見えるメイクしてたらまだいいんですけど、すっぴん本当にもう嫌だってなってる。こっちの二重が理想。かわいいよ、ありがとう。あ、58分ライブランキング読みます。太ったからかな、太ったのかも食べ過ぎてるから最近。いきます。15位クリンピーさんありがとうございます。14位アニーちゃんありがとうございます。13位クラボーさんありがとうございます。12位ユデンさんありがとうございます。11位ウルちゃんありがとうございます。10位ハシマさんありがとうございます。9位玉龍さんありがとうございます。8位テルユキさんありがとうございます。7位ブルーさんありがとうございます。6位サトシックさんありがとうございます。5位ユキオさんありがとうございます。4位パンチュさんありがとうございます。3位トシちゃんありがとうございます。2位下ゆうさんありがとうございます。1位はミキさん、たくさんクマありがとうございました。そして皆さんもコメントとか見てくれてありがとうございました。ということで明日は波動があります。波動優勝したいので、ぜひアプリでの応援と現地に来てくださる方はボールでの応援よろしくお願いします。絶対に勝って優勝しましょう。みんなで勝ち取ろうね優勝。応援してください。私も練習会も参加してちゃんと本気で頑張ります。では今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。おやすみずみーん。あ、せーの、おやすみずみーん。おやすみなさい。また明日ね。バイバーイ。なかなかなりませんが24時まで、あ、なっちゃった。